新日鉄前駅は愛知県東海市東海町2丁目にある名鉄とこの目線の駅。駅番号は TA08。製鉄会社の合併などにより、たびたび駅名が変わっている。なお、2012年10月1日に新日本製鉄と住友金属工業が合併し、新日鉄住金が発足し、さらに2019年4月1日には新日鉄住金が 日本製鉄へと社名変更されたが、これに伴う駅の改名は行われなかった。6両編成対応の相対式2面2線ホームの地上駅で駅員無配置駅。駅集中管理システムが導入されている。駅舎は名古屋方面ホームに面しており、反対側のホームへは個線橋で連絡している。エレベーターなどはないため車椅子を利用して大高和方面へ行く場合、 一旦、名古屋方面の列車で近くの駅まで行ってから折り返し、乗車となる。東海市の統計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。旧、新日本製鉄及びその後継会社である、新日鉄住金では社名に、旧時代が使用されているが、当駅は1970年の現名解消時より、 新自体を使用している。かつては工場への通勤客に対応するため、急行や準急がごくわずかに特別停車していたが、現在の通常ダイヤでは普通のみ停車する。毎年8月に実施される東海祭り花火大会開催時には、有事艦隊一部準急急行が当駅に臨時停車する。寺田雄一。 海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年256ページ ISBN 978から47億7701万 3364SF カードシステムトランパス導入路線図名古屋鉄道2004年12月24日 AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、名古屋鉄道広報宣伝部、 名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年651から653ページ東海市の統計東海市移動東円滑化取り組み計画書報告書名古屋鉄道化会期に関するカテゴリーありがとうございます